皆さんこんにちは、新潟県徳町出身、現在は東海地方在住の諸星です。魚沼弁講座第7回で紹介する言葉は、はい、シャツケルです。このシャツケルですが、これ私がね、意味を混同していた可能性があるんですよ。皆さんにもご意見をいただきたいところなんですけれども、よく紹介している新潟弁の CD ではピンタするとか平手打ちをするというように紹介されてたんですね。で、その上位形で、くらつけるっていう言葉が、紹介されてまして、これがげんこつで殴ると、ピンタするがシャツケル、げんこつで殴るがくらつけるというふうに、紹介されてました。しかしですね、私はまあ、昔から十日町住んでたんですけれども、くらつけるっていう言葉は聞いたことがなかったんですよね。まあ、シャツケルっていう言葉はよく聞きました。シャツケルっていう言葉については、私は何らかの体罰を与えるというふうに捉えてました。なんで、ピンタげんこつの、別は考えたことがなかったんですね。大人はこんな風に使ってました。お前何してなんだ？シャツケルぞ！とか、言うこと聞かねえんだが、おら、シャツけた！こんな風に使ってたんですね。だからまあ、そんな意味なんだろうなと思ってたんですよ。ちょっと練習してみましょうか。シャツける。シャツける。お前何してなんだ？シャツけるぞ！言うこと聞かねえんだが、おらがシャツけた！と、こんな感じですね。発音もですね、シャツけるぞではなく、シャツけるぞぐらいになるのが、一般的ですね。しかしですね、昨今いろいろと世間の目が厳しい世の中になりました。ね、隣の家から、シャツケルぞなどと聞こえてきた日には児童相談所の訪問を、まあ、受けかねない世の中ですね。まあ、気をつけたい言葉です。はい、今回小松です。はさねー。